はい、ご視聴ありがとうございます。今回はね、アサシンクリードオリジンズ、有料ダウンロードコンテンツ第2弾ですね。ファラオの呪いの、なんかメインクエストで、ね、異端者をプレイしてたんですけど、以前ね、ネフェルティティと戦ったと思うんですけど、今回なんかね、アクエンアテンと合うっぽいんですよね。ちょっとまだこれ完全初見で、まあネフェルティティの時も初見だったんですけど、初見でどうなるかわかんないんですけど、ちょっとここ最後見てみましょう。また出てくるのかな、ネフェルティティの時みたいに。ラーの光よ、なるほど、やっぱそうだったか。よし、じゃあ戦っていきましょう。アクエンアテンか。よいしょ。ネフェルティティの時よりはレベルもマックスで、だいぶね、強くなってるんで倒せると思います。しかもなんか、ネフェルティティは多分双剣だったんですけど、こいつ、遅いな。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、危険だな。よし、これで貯めたらまたこれで差し込む。よいしょよいしょよいしょ。うん、遅いな動きが。なんか演武みたいなことしてますけど、多分これなら余裕でいけそうですね。よいしょ。おーっと、アクエンアテンか。僕エジプトのそういうなんか人物で一番最初に覚えたのがアクエンアテンでしたね。なんかちっちゃい頃コンビニでもう500円とか600円ですごいリアルななんかエジプトのツタンカーメンとかのフィギュアみたいなのがあって、ちっちゃい頃だから600円とかだとかなり効果だったんですけどね、頑張って集めたんですよ。しかも何が入ってるかわかんないんで、ネフェルティティの顔とアクエンアテンの像とツタンカーメンのマスクっていうのをねゲットしたんですよ。もうなくしちゃったんですけど、倒せそうですね。よいしょー。偉大なる神は死んだ。そしてアテンは後継者に引き継がれた。彼は神だったのか、それともただの人か。なんかあの神々の像で杭をなだめられるといいが、輝く平原へと追い払ってやる。なんだなんだ。おお、なんかまた新しいクエストと武器をゲットしましたね。シックルソード。即時ダメ、即時ダメ。結構ね、最初はねこの毒とかいいなと思ったんですよ。出血と毒が重なるんでかなり強いんで、
最近ね、ちょっとこの即時貯めっていいと思うんですよね。かなり。というのもやっぱ縦が大きいやつだとどうしても崩すにはね、この溜め技が必要なんで、うん、ちょっとこれ使ってみようかな。まあデザイン的にも結構かっこいいですね、金色の。うん、なるほどね。まあちょっとまあなんかあの棒を使ってたんですね、棒術が。うん、だけどあれもね好きだったんですけど、まあ持てる武器がね2つなんで、とりあえずこの斧とこのシックルソードをねしばらく使ってみようかなと思います。うん、かっこいい。なんか持つとこにねこうチャラチャラしたチェーンじゃないけどアクセサリーがついててね、ちょっとおしゃれな感じですね。まあ、このアギラールの衣装に合ってんじゃないかな。どうしようかな、ちょっと早かったけど今回はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、メインクエストかサイドクエストかわからないけどね、撮影していこうと思うんで、引き続きね、楽しみにしていただければいいなと思います。てかちょっともう一つちょっと余談なんですけど、僕がさっき言ってたアクエンアテンの像のフィギュア、これですね、これ持ってました僕。これがもっとなんか肩の部分が欠けて足が欠けてるみたいな感じのねやつを持ってた気がするんですけど、うん、懐かしいな。なんか遊戯王の影響とかね、ハムナプトラとかインディージョーンズの影響でだいぶエジプトのそういうのが好きだった時期が小さい頃あったんですよね。はい、じゃ最後にあそこの雑魚を倒してこの剣でね終わろうかなと思います。即時ためのよいしょ、多いね。ちょっと最後クリティカル的な感じで終わらなかったのは残念ですが、もう多分雑魚はいないか。うん、なんかね普通の剣でもいいんだけど、棒とかの方が変わってる感じがしていいかな。こういう時に限ってもう倒しちゃったんですよね、実は。あの来る前に、うん、まあ、こんな感じですね。ここは冥界なんですよ。うん、綺麗な、ほんとね、僕多分オリジンズの中で一番好きなエリアかなと思います、ここら辺。はい、まあ、ちょっとじゃあ今回はここで終わろうかなと思います。ちょっとね長々喋ってしまったんですが終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あとそうだ、なんかあの友人ね、一部の友人にねあのまあ言われたんですけど、まあ、あの友人と実況でねあのオリジンズヨーダと一緒にね3本ぐらい連続で撮って投稿したんですけどね、まあ、ヨーダの無駄な知識自慢みたいなあの関係ない話とかね、ちょっと多すぎるんじゃないかというね、まあ辛辣かつね真摯な意見をいただきました。そういう意見ね言ってもらえるとすごい嬉しいんですけど、まあ、僕も正直一緒に撮っててねちょっとそう思う部分もやっぱりどうしてもあったんで、うん、まあ今度からね、まあ、もうちょっとなんていうか気をつけてほしいなとは思ったんですけどね。うん、やっぱね、そう、ゲーム、その、なんか、あんまりその、結局見てくれてる人も、そんな、その、どういうこと、ヨーダの言う、その、知識的な、その、そういう無駄知識みたいな、
そういうのは別に誰も期待していないんでね、まあ、彼も何かその期待に添えて話しているのつもりではいるとは思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱなんていうか、なんて言うんでしょう、まあ磁石のね、N 極同士みたいな結局反り合えない、あ、反り合っちゃうようなね、意見がこう伝わりづらくなるっていうかな、うん、難しいんですけどね。やっぱちょっとそのそういう感性が、僕はどっちかっていうとそういう意見言ってくれるその友人とかとはこう息が投稿するんですけど、うん、ヨーダはやっぱちょっと違うのかなって思うんですよね。西の水平線に沈み、暗闇が訪れる。はい、ということで、ね、まあ、そういうのはね、今後、まあ、気をつけていきたいと思っているんでね、よろしくお願いします。すいませんね、最後雑談やっぱり長くなってしまいました。あともう一つ、最後にもう一つだけ、僕ね、昔の頃と比べてだいぶね、ラフかつね、罵詈雑言多かったりとかね、文句とか、言葉遣い悪くなっています。それでね、多分僕の動画を見なくなってしまった方とかも多分ね、いると思うんですよ、正直。なんで、まあこの動画をね、見てもらえてるかどうかっていうのもわからないんですが、あえて言いますと、例えば入学式とかで初めて会ったその人にね、いきなり馴れ馴れしく話すっていうのは大きな間違いだと思うんですけど、こうまあ1ヶ月2ヶ月って慣れてくると、敬語とかじゃなくてタメ語でね、仲良く喋るわけじゃないですか。それは多分みんな学校行ってる人間だったら誰もが経験したことあると思うんですけど、まあ、それと一緒で僕もね、こう動画もう長くやっててね、なんていうか、まあ、礼儀とかっていうのも大事だと思うんだけど、結局ね、まあ、見てくれる人間も少ないから、そんなにこうかしこまらなくてもいいんじゃないかなって思うようになってまして、うん、だからなんかこう結構もうね、下ネタとか言ったり言いたい放題ね言ってるんですよね、うん、まあうっせえな、なんだこいつ。でもここではなくて、うっせえうっせえ、なんだこんなとこ座ってんのお前ら。いやではバカ、アホが、消えろバカどもが、喋ってんだろっていうようなね感じでね、文句とか言ったりねしても行こうかなと思ってるんですよね。なるべくそのギャルゲーではね、そういう感じで行って、こういうゲームではまあ解説しようかと思ったんですけどね、まあ、見てくれてるのがほぼ身内なんでね、もうなんかふざけたりその罵詈雑言でもいいかなと思ってます。はい、ということで、今度こそ、ここまで見てくださった方本当にありがとうございます。実はね、ちょっとそういうところをね言いたかったんですが、中村ディオをね消してしまったんで、この動画を一緒に撮ってね、お話しさせていただきました。ということで、ご視聴ありがとうございます。またバイバイ。